柿和氏は、三作国久兵法利氷羽賀から発祥した武家の、氏族、道軍柿和号を拠点とした。家門は丸に抱き名が、柿和は、文献、文書により平和、羽賀、墓、賀、が、羽賀などと書かれたが、柿和氏の家系がこれらの名字を名乗る関係はなく、いずれも柿和イコール和が、が難読であることから来た、葛釈表記とみられる。古代墓は、枠部と呼ばれるやがら、 矢羽ねなどを採集する部民の住む場所であった。後の柿輪武士団の核となる一族は、代々柿輪神や鴨モ神を称する神官を務めていた。鴨モ神表舞踏まっさかつは刑に出て、菅原道真に仕えていたが、縁起元年の道真の左遷により、卑怯、地名をもって、宮尾氏を名乗る。久米軍鴨里が、稲岡号と柿輪号に分かれた、長徳年間には、宮尾太郎秀明が、 久米軍事となり、弟の次郎亀弘氏が、柿和信、常助の養子となって、同じ口名を持って、柿和氏を名乗った。自称元年、獅子型にの陰謀で、平助行きが、久米軍に流されたのを見取ったのは、宮尾三郎弘氏豊である。同時期、柿和号と別れた、稲岡号にいた恩馬氏の法然の父、恩馬時国が殺害され、また、くずむ師に、 原田教法が流されて、後のみまさか原田氏が成立している。足利氏は、研究6年に、柿は西号寺島職を譲渡するなど、少なくとも、鎌倉時代には、柿は東郷芳賀西号、稲岡南号を所領として管理しており、柿は氏は、柿は荘の現地における商務代行者として、鎌倉紀以来足利氏に仕えたとみられる。その縁で、柿和氏は、 室町幕府の方向衆となった。文案年中番長5番に、柿は畜前入道、柿は修理助、柿は右京之助、影響以来5番長5番に、同3人、上徳院五道座当時在人集着党にも、柿は右京之助が記されている。さらに、柿は氏は、室町時代に、将軍側室、性質と深い関わりを持ち、それによって、 小園大館など様々な権益を獲得した。柿橋は奉公衆として、同じ幕臣との関わりが深く、出自である、関係党党首有本氏、太平記、杉坂合戦で共に戦った、三鷹角田氏も奉公衆、後法上氏信下に見られる柿橋は、三作羽賀氏が出自であり、同じ幕臣として、当時奉公衆であった伊勢政治の駿河下校に従ったものと思われる。 三鷹国は担当守護が一定せず、三鷹を基盤とする安定勢力が出現しなかったため、南北朝の動乱から、戦国時代の終焉まで、山梨、赤松市、天古市、浦上市、毛利市、浮北市など、周辺の大勢力の不沈に常に巻き込まれ、在地勢力である柿橋も、その影響を受けた。沖を脱出した五大五帝が、 法規戦場さんに在所した時駆けつけた侍に、三政各国には、元家の一族、江美、方が渋谷、南三里と見えることから、宮方として働き、同じ陣営に属した有本氏より養子を迎え、有本多福氏の抜子、助野が、羽賀太郎を名乗る。助野には子、二郎佐保があり、佐保の孫、助盛森は、淡井氏となった。現行のの先行で、柿氏は、 マジマ号を賜った。南朝勢力は各地で軍事的に敗退し劣勢に陥ったが、足利幕府は感動の上乱により分裂。忠義派が南朝に降り、山梨がその軍事的主力として中国地方に脅しを振った。結果、山梨が明徳の乱で赤松氏にとって変わられるまで美ま坂は山梨の支配下に入る。柿橋は忠義。 殺害された後は、足利忠冬イコール三名派に属し、将平六年、三正加国の住人、派が、角田の物とも総集で七百余期、杉坂の道を切祭で、越後守るを、打流、んとす。飛び中の合戦に打ち勝った、講子隊が、諸社山の将軍と合流しようとするのを妨害して、杉坂で戦って、敵一たまりもたまらず、谷底へまくり落ちて、 大略皆うちれに蹴り、という大敗を喫した。この後も、柿和氏は、山梨氏の神々朝方として働き、鶴田城主羽上がみの守る有望の子、柿和女性が、山名義氏に従って、多くを領し吉野軍属意義にして、淡い氏となっている。宮方として活動した柿和氏だが、南朝勢力が交代した室町期には、方公衆として、将軍家の側近く使え、 その縁で、昭円大官などの権益を獲得した。欧永8年から同15年まで、柿は男女を左衛門のため清氏が、足利義満側室に守護所の強い後押しで、二味僧両家方大官を請け負う。欧二28年、柿は右京の助持ためは裏、松栄子の熊野三景、及び、吉持の伊勢三宮に近所として同行。欧三32年、 柿は白うため信は造営奉行の一人として、吉備つ宮本殿を再建。影響から文明にかけて、柿は右京の助が、までの工事家が、両家職を有していた真島マの代官を務める。柿津元年、赤松光助が、将軍吉則を侵略して反乱した、柿津の乱に際し、奉公衆のゆえをもって、柿は氏は、備前松田氏と共に攻撃対象となる。 赤松勢が張馬から三作国久米軍、柿は右京之助の城に攻め入り、上州は城に火を放ち退散。これに応じて、柿は右京之助は京より現地に進発。文明17年頃、南北朝時代末に、真島宗を本領としていた後藤氏が、九州小西との戦役で一族が戦死したのを機に、柿は氏が決勝として、訴訟を起こして、 将軍御両所と子孫の大官職を獲得したことに、監視、当時大官を務めていた柿地区前神を、非難している。干渉7年2月の足利義政、日野富子夫妻の飯尾帝をなり、及び、文明11年9月の日野富子伊勢、神宮参拝に、柿地区前神が近所として同行。文明十年二月、義政一家の細川帝をなりに、柿は畜を守るもとため、 柿は四次郎姓ためが禁止として同行。長教三年、六音院楽器始めを見物するために、小国寺を訪れた日野富子のお伴苗衆の一人として、柿は右京の助。長教元年当時奉公衆であった伊勢聖事が、今川家家徳に竜王丸をつけるため駿河国に下校。石脇城に入って兵を募り、駿河間を襲撃してのりミとその弟ソロ孫マ 五郎を殺し、宇治地下家督の道筋をつけ、政治はそのまま、現地勢力となった。明王二年、細川正元による明王の政変で、将軍足利義材が追放された。同年、代わって、将軍となった足利義済の命で、伊勢政治は、伊豆堀越久保を攻撃し、伊豆を制圧して、後の戦国大名後北上氏となっていった。 後にご法上進化として現れる柿和氏は、同じ幕臣の遠山氏、大道寺氏ら御由衣所や、大和氏らと共に政治に従って下校した、と考えられている。大英四年、柿は八郎一長は、鶴田城を集築すると共に、和田神社を竹尾神社と改称した。天文元年、天骨根久の軍勢が進行し、後に柿和氏と、 遠赤関係を結ぶ原田氏ら周辺豪族を参加に取り入れ、みまさかを勢力下に置くも、天文十二年に原田氏の勢力は破れて壊滅し、天子勢力は一旦後退した。時期は不明ながらため町は、仕方の層をめぐる三浦氏との戦闘で死亡し、その墓は、真庭下原山上康友に残った。天文十三年、天春が再びみまさかに進出し、 柿輪の二条山に工人城を築いて、三正坂制圧の拠点とした。この天文十三年の天子新工事に降伏した武家に柿輪氏の名は見えず、竹内氏になっており、この間に柿輪武士団の首領は竹内氏に移ったと思われる。天文二十二年、三正坂をめぐる天子氏と浦上氏、両軍万単位の大規模戦闘に竹内氏は浦上方として参加した。 A63 年、天子春久が死に、天子氏の勢力が後退し始めると、柿は武士団は、毛利志方に立って、勢力を、鏡の印象など、三正坂中央分に拡大し、最盛期を迎えた。A69 年、備中を統一し、備前、三正坂を制する勢いであった、三村家地下が、羽川に隣接する、もみ村の仏長山公前寺に、在人中暗殺された。 天正七年、浮田氏の侵攻で、柿和号一帯は、毛利氏勢力と浮田氏勢力の拡築の場となり、柿和一党、岸氏らは、毛利氏の支援を受け、激しい城塞戦を繰り広げた末、天正八年最終的に高木を攻略され、同地の武士団としての柿和氏一党は勢力を失った。内氏が記録上はっきりと現れるのは、鶴田城主、柿一長の子、 竹内善十郎ためのからで、ため町の兄弟ためおさむが、杉山氏を称し、両氏は緊密な関係を保った。柿は一党が毛利方として、勢力を拡張した頃から、柿は武士団の代表を務めていたのはもっぱら、竹内、杉山氏である。天文元年、竹内久森が、竹内流を海岸、柿は合間落後、 この竹内久勝が全国を武者修行し名声を確立。系と柿は双方を起点に技を広め、日本柔術の祖となる。竹内氏の系図では、室町幕府の失踪で、道場家に劣せられた聖は源氏吉光流の京都、竹内氏から竹内重春の時分かれた書流が、柿は竹内氏とされており、江戸時代から明治時代にかけて両家は交流を持ち、 家系を一体化して、羽賀竹内氏も氏族に編入された。校下四年京都の道場区業、竹内これ方か,からの沙汰で、竹内杉山良家の代表は上落し、竹内邸で,で、竹内流国道宗家、竹内久子親が、江戸幕府に提出した、草加海散竹内京図江戸書状の控えと、京都区業竹内家系府を引き合わせ、柿輪の竹内杉山良家は、 国行竹内家の分家であることを確認、同時に重み、県自身が柿は竹内一族を訪問した。これ方は、明治維新では、家族となり、死者区に助せられる。1893年、鶴田竹内家では、京都死者区家を訪ねて、小記録を紹介し、両家先祖は同一であるとし、鶴田竹内一族の従来の家紋医が君を顔、 京都竹内施策課の家紋座サリン道に改める。同年7月、門石、谷村の竹内杉山良家は、竹内施策課の同族であるということから、岡山県氏族に編入。1900年春、竹内これただ施策は、柿は鶴殿を訪れ、竹内杉山一族が艦隊。1901年7月6日、坂井村、竹内晋平、蔡三郎太四子が、 竹内施爵一族のゆえをもって、岡山県氏族に編入。備中に中世に、三作剥がしから派生したと思われる柿和氏がおり、本州が柿和の名字を失ったのと異なり、その名字を保った。中島元幸が自身の経験に基づいて記した、中国平乱期に柿和氏が伊勢、清水、根氏などと、たびたび共同して行動したことが記されている。 朝尾藩士として仕え、明治時代に東京府官業家に勤めた、羽賀田め次、その子である科学者の柿渡正がいる。後北上氏政権で表情集、奉行人など住職を務め、領地も戦艦を超える大みであった柿和氏がおり、又太郎を幼名とする広告事情上司を務めた柿和氏、続くの系統の他に柿和安ただがいた。この柿和氏は、 水戸藩藩子の経歴を記す、水府計算に、柿和前七小色聖は源、その先見正か国柿和号に従する表しとす。祖父を、伊予主神継と運、小田原北条家に属し寸州広告寺の上主なり。父を、左平信行と運、小田原没落の後、秀吉召して、戦国を賜、玉物府。勝職は新君に仕え、源流元年以降に、奉仕、 二百国を玉物府とあるように、三作羽賀氏が出自であり、同じ後北上氏重臣の松田氏、遠山氏、大道寺氏、山和氏らと同様に、中国地方から伊勢政治と共に下校したものと思われる。この小田原北上氏創業時に一緒に下ったそれぞれの、氏族の子孫は北上氏家中で住職を務めるなど徴用されていた。柿は安忠の子孫は、尾張藩氏となった。 ありがとうございます。